ふるさとを失い、時代に翻弄されながらも無邪気に前向きに生きる子どもたちの姿に心を打たれます。過酷なその戦争時代の状況の中、子どもたちが、思い描く理想的な銀河鉄道の世界観が、すごく美しく、描かれていて、とても、自分も子どもの時の気持ちに、戻れました。美術館の絵画のような風景につい引き込まれ、そして悲しいシーンもあって、かなり心を揺すぶられる映画だと思います。少なくとも僕は揺さぶられすぎなくらい揺さぶられちゃいました。この作品をきっかけに、この私たちがまだ知ろうとしていない事実がいろいろあったと思うので、そういうことに興味を持つきっかけになってくれたらいいのかなと思います。戦争という上で話が進んでいるんですけども、それよりも兄弟愛だったり家族愛だったりが私にはすごく胸を打つような話がありましたので、そのちっちゃい子たち、今の若い子たちにこういう映画をたくさん見てほしいなって思いました。日本人なら決して忘れてはいけない、そんな思いがたくさん詰まった感動的な作品でした。ジョバンニ、タンブレルだ。おーい、おめえら勝手に飲んだ。すいません。人とで、人対人で考えると、いろんな問題もまた違う、見方ができるんじゃないかなっていうふうにすごく思いました。戦争の記憶を風化させてはならない。大きな力が働くところで人がつながろうとする。そしてつながる人もいれば、それでも切れてしまう。そういった引きこもごもの思いを皆さんに味わっていただければと思います。何が喋ったのか。あ、血を見て、お前の親父が俺のお父さんを捕まえた。お前が喋ったからだ。とても悲しく切ない物語なんですが、すごく考えさせられる、そんな作品でした。本当に心に残るいい映画でした。戦争を知らない若い方たちにぜひ見ていただきたいと思いました。家族の絆、ふるさとを思う気持ち、とても感動して泣き疲れてしまいました。でもとってもいい映画です。じゃあお兄ちゃんはもうお父さんに会えなくてもいいの？でもどうやって？銀河鉄道に乗っていこう。簡単。幼くけなげな兄弟の姿を通して、とても大事なものを教えてもらったような気がします。懸命に生き抜こうとする幼い兄弟たちが繰り出す切ない物語です。ぜひたくさんの方に見てもらいたい映画です。絶対に忘れてはいけない痛みや苦しみ、そして、大切にしたい家族の絆など、この映画を見て感じることがたくさんいっぱいあると思います。ジュッペ、父さん勝った。世界の子供たちに、ぜひこの映画を見て、こういう物語も実はでございますから、ぜひ見て届けたいなという気持ちでおります。涙なしでは見られないジョバンニの島、どうぞぜひご家族でご覧ください。あそこ